こんにちは、MDジャックです。ご視聴ありがとうございます。相変わらず暑い日が続いていますね。自室は PC の排熱で温度が上がるのでさらに暑く感じます。先週熱中症になり回復はしましたが、気をつけないと繰り返しそうです。皆様もお気をつけください。さて、今回は2020年6月発売の KZ-ZSTX のレビュー、音収録、波形&減音比較です。初期 ZST の発売から3年になるようで、 KZ ファン待望の一本ですね。私は KZ のイヤホン歴はまだ半年ほどですが、 ZST をすでに入手していたし、購入は見送ろうかと思っていたのですが、金額的な負担が少ないので購入して音を確かめておこうと思い、アリエクスプレスで約1600円で購入。配送は12日で到着しました。今までで最短でした。ではまず音以外の部分を見ていきましょう。外観など、筐体の形状は ZST とほぼ同じに見えます。というか同じですね。ここが ZST の名前を継承する具体的な理由の一つなのでしょうね。なので装着感は ZST 同様、耳からはみ出すこともなく収まりいいです。注意機、低域用に 10mm の二重軸構造のドライバー搭載。 ZST からの進化ですね。広域は定番の 3009BA ドライバー搭載。ドライバーの配置は ZST、ZSTX とも同じ場所に配置されているように見えます。ピンメッキのアップグレードケーブルがデフォルトで付属して、価格が約1600円ですから、かなりお得ですね。私はケーブルにはあまり興味がなかったので気づくのが遅くなりました。ZST のカラーはパープルを購入したので、今回の ZSTX はシアンを選びました。ちょっと話は戻りまして、ケーブルのことなんですが、アップグレードケーブルと標準で付属するケーブルで音質の変化があるのか気になったので、ZSTX に両方のケーブルを接続し、ピンクノイズを流して波形を比較してみました。低域は振幅がゆっくりなので、多少のブレがあっても許容範囲内としています。広域にわずかな変化が見られますが、聞いてみて変化があるかというと、私の耳ではわかりませんでした。測定誤差の範囲内という見方もできます。一応共有させていただきます。もう一つ、前回の ZST の動画でお伝えできなかったのですが、ZST を無線化した場合の波形です。TRN-BT20S によって無線化した時に 2kHz 以下の帯域が出るようになり、3.5kHz 以上の広域で若干落ち込んでいます。波形でこのぐらい違いがあると、聞いた感じも確かに低域が増しているように感じ、中域はあまり気づきませんでした。そして、こちらが ZSTX を BT20S で無線化した時の有線接続との波形比較です。2kHz から 3.5kHz あたりが有線接続より少し落ち、6kHz から 14kHz の帯域で若干増幅傾向になり、さらに広域ではまた落ち込んでいます。かなり広域なので、聞いていてはっきりとした違いは感じませんでした。では比較動画をご覧いただきましょう。
でしたか？ ZSTX の第一印象は、あれ？ ZST とはかなり違うんじゃないか？ということでした。ZST、ZSTX のピンクノイズを出した時の波形比較を見てみましょう。まず目につくのは、2.2kHz 以下の帯域が、ZSTX がよく出ている点ですね。ピンクの基準ラインに対して、注意域の落ち込みがあまりなく、250Hz 以下の低域がよく出ています。これが、新しい二重磁気構造のドライバーの性能なのでしょうかね。次に、8kHz 付近で、ZST とピークが重なっているところ以外の高域の特性が、全然違う点が面白いです。2.2kHz 以上の2機種の鳴り方の違いを確かめてみましょう。先ほどの比較動画で使用した2曲の一部を2小節単位でループさせ、2.2kHz 以上の高域を比較しています。上の図の黄色の範囲になります。高域のみなので、音量が下がります。また、ZST と ZSTX の音量レベルが違いますが、ZST の方が強調された帯域が多いためで、あえて音量レベルを合わせることはしていません。高域のみだと聞き取りにくいとは思いますが、ピークポイントが大きく違うので、ZSTX と ZST の高域のキャラクターの違いは聞き分けられたのではないかと思います。波形の通りですが、ZST の方がシャリシャリ感が強かったですね。では引き続き音質についてです。音の密度感が CCA、C12 に似ているなぁと思って波形を出してみたら、2kHz 付近までのカーブがよく似ていました。中域の落ち込みが少ない分、ZST に比べて音密度が増している感じです。1BA、1DD でもチューニング次第ということなのでしょうね。CCAC12、ZSX と比較すれば、ZSTX の細かい部分では、音に曖昧さがある気はしますが、BA ドライバーの数の差であり、価格分の差が出ているのは当然かと思います。クラシックの曲を数曲聴きましたが、音域が派手めな印象で聞こえてきました。中域があまり落ち込まない分、オーケストラの楽器の迫力は感じられました。とはいえ、やはり ZSTX はライトミュージック向きだろうな、と思います。音場、空間表現。音域のシャープな伸びが不足気味だからかもしれませんが、特に音場が広いとは感じません。分離感。中域があまり落ち込んでいない分、音密度を感じ、分離はあまり感じず、割とまとまって聞こえます。明瞭感。高域のピークが 8kHz 付近にあるとはいえ、3.5kHz あたりを中心に、基準線ぐらいまでの落ち込みがあり、この分高域が抑えられてバランス重視のように感じることから、明瞭感は今一つです。まとめ。ZSTX は、音質面では、ZST の進化系ではなく、別物だと思います。波形比較でもお分かりの通り、共通点はほぼありません。ZST を所有していたので、当初は ZSTX の購入を見送ろうかと思っていましたが、買って確認しておいてよかったです。2020年版低価格機のスタンダード的な位置づけになるのではないでしょうか。そういった意味では、KBR の KS にも結構いいです。いずれレビューします。価格を考えれば迷わず買いでいいと思います。どちらかしか買っちゃダメという選択に迫られたら、個人的には ZSTX を買いますね。数ヶ月前の動画と最近の動画では波形比較など内容も変わってきているので、過去に挙げた KZ-AS06 やファイナル E シリーズの比較動画の上げ直しもしたいし、まだレビューしていないイヤホンもあるし、何かと時間が足りませんが、質を落とさず作っていきますので、よろしくお願いいたします。以上、 KZ-ZSTX-ZST の音収録原音比較レビューでした。ではまた次の動画で。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。